ナノテラスが連携協定を結んだのは、スウェーデンの放射光施設、マックス4研究所で、今日はそれぞれの所長らが覚書にサインしました。ナノテラスは太陽光の10億倍明るい光を使い、物質を原子レベルまで観察できる施設で、先月から運用が始まりました。一方、マックス4研究所は2016年に運用が始まり、薬や自動車、食品などの分野で研究成果を上げています。協定では施設のさらなる高性能化を目指し、研究者の人材交流など連携を図るとしています。日本だけの技術の中で満足することなく、広く情報共有をして、最新の放射光技術と、それからそれによる成果を東北から日本へ、そして世界へと発信していきたいと思っております。またマックス4研究所のオーロフ・カーリス所長は、共同研究や課題共有の機会が増えるので大変意義がある、ナノテラスとのコラボレーションを楽しみにしているとコメントしました。ナノテラスが他の放射光施設と協定を結ぶのはこれが初めてです。